だから血が出ることによって、わ飛び石食らった最悪、今セーフスマートフォン、あまたまた今パチンってきませんでした。皆さんこんにちは。数ヶ月ぶりに悲しみに暮れている CSK です。緊急で動画を回していますって、まあ、いつも言いたいやつなんですけど、割と真面目にへこんでます。もうタイトルとかですね、サムネにも出てると思うんですけど、こちらの私の納車されたばっかの新型のベルファイア、東京オートサロンに参加するために今日ね朝方から出て高速道路走ってきたんですが、なんとこちらずはい、飛び石を食らってしまって、私の人生で初ですね、フロントガラスが割れてしまいました。今ですね、いろんな方からちょっとアドバイスをいただいて、悪化しないためにこれテープを貼ってるんですけど、見えますかね、せーのボーンと、あーちょっと分かりづらいですかね、これ分かります、完全にねクラックが入っちゃってるんですよ。内側から見るとこんな感じです。中心の黒いところに石が当たって、そこから左下と右側に傷が入ってるのが分かると思います。いやちょっとこれ広がってるな。現在撮影してるのはですね、夕方の5時前ぐらいなんですけど、これを食らってしまったのは朝の7時8時ぐらいですかね。私がメンバーさん向けのドライブライブをしている最中に食らってしまったものになるんです。実はですね、ここにも飛び石食らっちゃったんですよ。すごい目立ってね、目線が当たる高さなんで、よくある飛び石のダメージで、買ったばっかりでこれを食らってしまうっていうのは非常にショックだったんですが、これを受けた直後に飛んできた石でさっきのひびが入ってしまったんです。わあ、これめっちゃ深いですよね。もうどうしようっていう感じなんですけど、実際にですね、ライブの映像をちょっとお見せしようかなと思うんで、その時のリアルな反応をご覧ください。あ、やっぱ割と結構切る手術らしいので、血が結構出るんですって。すいません、苦手な方。だから血が出ることによって、わ飛び石食らった最悪最悪最悪、なんで前に車いないのに飛び石食らったの今。窓ガラスに当たった気がする。まあ、てか窓ならいいかも、最悪割れなきゃいいけど、やだ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 、せっかくこんだけ車間開けて走ってるのに、どっから来たの今の石。うわー、でも今パッと見ライトで照らされているところの視界の中に目立つような感じではないから、まあ視界には影響ないと信じたい。左の方、まあショック、こんだけ車間開けてるのに、まあ防げないですね車なんで。いやでもな、ちょっと金額がちっちゃいとあんまり参考にならないかな。でも例えばスマートフォンで、今セーフスマートフォンで、あまたまた今パチンってきませんでした、前のトラックか。嘘でしょ、こんだけ車間上げてるのに。やだやだ、どこについたんだろう。あ、いるっぽい。あ、めっちゃ、待って待って、ひび入ったかも。わ、やば、ひび入りました、めっちゃひび入った、うわーやばい。これ広がったりするのかな。とりあえずリペア、静岡に業者あるのかな。でもリペアって1日で終わるのかなとか。最悪、めっちゃ入ってます亀裂。広がんじゃないかなこれ。レモさんにやってもらったばっかなのに、このティングも窓ガラス、もう最悪。はい、いかがでしたでしょうか。あのぐらいのね音でも入っちゃうんですよね、ひびって。今までレクサス車で飛び石を食らったことは多々あるんですけれども、やっぱりこのベルファイアのこの窓ガラスの広さ、高さ、そしてガラスの厚みなんかも車種によって違うということなので、こういうミニバンタイプは割とひびが入りやすかったり割れやすいみたいなんです。動画にもあったようにですね、車間距離は十分に確保していたところではあるんですけども、まあこればっかりはしょうがないかなっていうところなんですが、これこのまま放っておくとどんどん広がっちゃうみたいで、それこそ私もコーティングしてもらってるネモさんの RX も飛び石を受けちゃって、本当に数日でこれぐらいひびが広がっちゃったケースもあるんですって。これだけひびが広がってしまうと、もう交換しかなくなるので、レクサスの場合は30万円ぐらいかかってくるので、もう保険使わなきゃとても払えないって感じになるんですが、実はこの500円台ぐらいの大きさであれば
フロントガラスのリペアができるということをですね、皆さんから聞いて、そしてこのオートサロンの会場の近くでですね、当日受け入れしてくださった業者さんがあったので、今からそちらにお邪魔して直していただこうかなと思います。はい、無事にですね、現在リペアをしていただける業者さんのところに来ました。今回ですね、当日にもかかわらずすぐにご対応いただいたのがガラスリペア工房さんというところで、概要欄にリンクを貼り付けてあるんですけど、たまたま私がですね、いる近くの Google マップで調べた時にホームページとかも記載してあって、施工事例も出てたので、とても分かりやすくそのまま入工できるということだったので、今回お願いしたという形になります。そして追加で今ですね、注意事項の説明を細かくですね、ちゃんとしていただいて、処理にサインも終えて今作業に入っていただいているんですが、今からね、実際にやってるところ見れるかなと思うんですけど、圧力をかけてレジを流し込んだり固めたりっていう作業があるみたいで、車の窓ガラスってちょっと個体差があるんですって。ではめた時の歪みとか、いろんなこうバランス、そんな細かいこと私も分かりませんけど、言われてこうなんとなく、あ、そういうことかって分かるような感じだったんですが、そこの運が悪いと亀裂が広がってしまったり、それこそもう修復不可能な10センチくらいの傷にパキンってなってしまったりすることもあるということで、そういった注意事項にご理解いただいた上でやる必要があるということです。ただしですね、そもそも傷がこう伸びちゃったりとかしてると車検にも通らないっていうところがあるので、ガラスリペアの一番の目的はやはりこれ以上傷が広がらないこと。修正痕はやっぱ残りますけど、目に見えて気になるだけで済むというところが一番の特徴ということなんですが、広がらないために施工したのに運が悪いと広がってしまう可能性がある。これをちゃんと理解した上でガラスリペアを受ける必要があるとのことなので、私はこれから帰ってる最中にどうせ傷が広がったら結局フロントガラス交換って変わらないので、もしそうなっちゃった時は仕方がないということで諦めて、ちゃんと保険を使って直すっていうことになるんじゃないかなと思いますが、無事にトラブルなく終わってくれるといいなと思います。はい、ということで今いろいろちょっと診断していただいたんですが、私じゃなくてプロの方がご説明いただいた方が分かりやすいと思うので、ちょっといろいろお伺いしたいと思います。まずまあ亀裂がここにこう入っちゃってるので、2つ3つ中側が割れてます。で、直接当たったとこはこの白いとこで、ここは衝撃点というんですけど、ここはもうこういうへこみになってこう引っかかりがあります。で、ここから、まあ、簡単に言うとレジン定液剤をこう流し込んでいって、固めちゃうと、まあ、そういう流れがあのリペアなんですけど、料金的にはまず基本料金内でこの大きさだったら OK なので、はい、うちの場合1万2000円プラス消費税ですね。はい、はい、でお時間は1時間ぐらいで完了すると思います。この亀裂の場合ちょっと伸びやすいタイプなので、ちょっと慎重にやらせていただくの、はい、もしかしたら1時間半ぐらいかかるかもしれないですけど、はい、大丈夫です。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、液がしっかりここ入ってしまえば伸びるような心配はまずなくなるので、現状のこの伸びを食い止めるというのがリペアの一番の趣旨なもんですから、はい、しっかり液を入れて固めたいと思います。お願いします。はい、で、あとの残り方としては、若干やっぱりどうしてもリペアの場合跡が残っちゃうので、このタイプだと、まあ、線にしっかりこうレジを入れていくんですけど、細く見えるようになりますけど、やっぱりこう完全に消えるわけではないので、多少のこうキラキラ感というか、そういったもの、現状よりは当然目立たなくなるんですけど、そういったものは残るかなと。そこはやっぱりリペアのちょっとデメリットではあるんですけど、あとはここの当たったところ、ここも最後透明な硬い樹脂で、ここ蓋をするので、ここはこう透明なシール貼ったみたいな跡がこのぐらいの大きさでポチッと残るかなと。はい、こういうへこみとか、こういうガリガリした感じはなくなってるから、触った感じフラットにはなるんですけども、そういったもの多少跡の残り方としてはあるかなというような感じですね。ありがとうございます。はい、このご了承がいただければ、はい、入っちゃいますので。お願いします。はい、よろしいですかね。はい、大丈夫です。はい、OK です。傷の箇所に専用の工具がついてます。ここから圧力をかけたりしていろいろ直していくみたいですね。また修理箇所だけはですね、少しコンパウンドで磨いて汚れ含めてきれいにするということなので、私もですね、キーパーの窓ガラス撥水コーティングやったばっかなんですけど、そこはもう取れてしまうということは理解の上受付をしていただく必要があります。結構ガリガリ削るんですね。破損してしまったねガラスをきれいな状態にしてくださってます。もうへこんじゃってるので、ここはなるべくきれいにしてもらって、今からですね、その圧をかける機材を使って最後仕上げていくと、ここでパキッといったらもうジエンドということなので、運に任せるのみ。パキッといかないで、1回だけじゃなくて何回もやるパターンもあるということで、まずこの1回目でパキッといかず、しかもきれいにレジンが入れば結構安心ということなので、なんとかなってほしい。頑張って。まず引っ張って、空気を今
出して、なるほど、吸い取っていくことですね。中の空気を抜いて真空状態にしている状態、もう本当悪い時はこれでパキッといっちゃう可能性もあるみたいですが、今とりあえず一段落、ここから真空状態になったところにレジを流し込み、一発でうまくいけばそれでね、ほとんどいいという時もあれば、何度かそれを繰り返さなきゃいけない時もあるということなので、あとはですね、お任せして出来上がりを待とうかなと思います。そしてこれで1回でうまく真空にならないと、ちょっとですね、穴の形が合わないような感覚であるということなので、人工的に穴を開ける、まあ、削ったりとかするということですね。よって具合を確かめるという感じで、今のところちょっとね、1回じゃ抜けなさそうかもなので、うまくいかないと1回穴を追加で開けることになりそうです。はい、今から今度真空したところに今あれをねじって下げると液が入っていってるんですね。一番圧がかかるところ、はい、ここでパキッといく可能性まだあるってことです。お願い、頑張って。おお、よかった。これをですね、数回繰り返して完璧な状態にするということなので、ガラスリペア工房さんは上に待合室もしっかり完備されているということは、ちょっとそこでお時間をいただいて待ってみようかなと思います。こちらがですね、2階に設置してある待合室となります。中のデザインおしゃれですよね。暖房も効いてて、今日かなり寒い日なんですけど、暖かく待つことができましたし、 Wi-Fi をお借りしたことでですね、先日公開した私のオートサロンの LBX の動画もアップロード間に合わないかなっていうのを爆速ですぐにアップロード完了しました。本当に何から何まで感謝ですね。このガラスリペア工房さんみたいなお店が近くにあったら安心できるんですけどね。時間もね、かなり急いでやってくださってるみたいで、本当にありがたいなと思いますが、亀裂が入ってないかどうか、完璧にできるのか、この後チェックしていこうと思います。はい、ということで作業1時間ほどで完了していただいたんですが、リペアの結果がですね、こちら、あ、映ないかな、こちらです。ちょうどライトです、これです。ちょっとこのカメラだとね、シミっぽく見えて2段あると思うんですけど、これ実際はですね、表面側と内側のところのやつなんですけど、いやね、全然わかんない、すごい。内側から見るとこんな感じです。これです、これ。ちょっとね、亀裂みたいなものは見えると思うんですけど、さっき説明した通り、基本的にこう広がらないための処置であるし、この作業をすることによってね、広がっちゃうっていうのが一番のデメリットだったわけですけど、それもなく無事に綺麗にやっていただきました。いやね、わざわざ見ようとしないと分かんない。まあでもそれがね、本来の商品クオリティではないので、これで安心して帰れるっていうのは本当に良かった。ありがとうございます。ほら、外から見ると分かんないですよね。しかもさっきフロントにね、ついてるっていうのを言ってたと思うんですよ。これは見ていただいた結果、リペアすることなくちょっと綺麗に拭いていただいたりとか見ていただいてなくなりました。で、他にもついてたのも全部見ていただいて基本セーフだったんですけど、私も気づいてなかったこの助手席前のところにある飛び石、これ見つけていただきました。これはね、やっぱ欠けちゃってるっていうことなので全く消えるってことはなかったんですけど、一応リペアもできるけど、リペアはやっぱさっきのように後はちょっと残るもの、あくまでこう広げないためのものっていうことなので、やってもどうせ若干残るんであれば、このぐらいの欠けならそのままでも支障ないと言っていただきましたし、まあ、何より運転席から見えないので気づいてなかったぐらいなので、まあ、これはこのままにしようかなと思います。はい、ということでですね、無事にガラスリペア工房さんにて作業を完了していただきました。今お支払いを済ませて走り出したところなんですけれども、追加で補足いただいてたというか、さっき私説明受けてたのに喋ってなかったこととしてはですね、こちらは施工の半年保証があるということなので、半年以内にもしですね、ちょっとこう傷が広がっちゃってるように見えるとか、状態が悪化したように感じるっていうことがあった場合は無料で対応してくださるそうです。そしてですね、追加で返金保証っていうのもありまして、万が一の半年期間の保証期間以内に傷がどんどん伸びてしまって、リペアできる範囲を超えて広がってしまう、つまりどんどんひびが広がってしまって結局ガラス交換になってしまったよという場合に、今回の作業費用1万2000プラス税が全て返ってくるんですって。いや、なんか逆に申し訳ないですよね。やっていただいてその場でね、応急処置していただいたのに、数ヶ月経って結果広がってきたので全額返金、そんなことあるっていうね。ただし、その広がってしまったことがですね、この圧をかけたことによるものかどうかっていうのは確認もできないですし、それの作業に対する保証があるわけではないので、交換にかかってしまった費用を負担してもらうということはできないので、そこはあらかじめご了承いただければと思います。そういった注意事項も含めてですね、事前にサインする書類などもありますので、わからないことがあったら事前に確認の上作業に入っていただくといいんじゃないかなと思います。また今回はですね、レジンという液体を流し込んで紫外線で硬化するタイプのやり方を取っているということで、ほぼ9割
割ぐらいはですね、今回人工的に当てた紫外線で硬化しているということなんですけれども、日光に当たっての完全硬化には約1週間ぐらいかかるということですので、もしガレージ保管とかされている方に関しては実際施工していただいた店舗に説明を聞くのが一番なんですけれども、屋外とかで紫外線に当ててあげたりとかする必要があるのかもしれません。いや本当に当日その場ですぐ直していただいたから助かったっていう可能性も十二分にあるので、即日対応してくださったガラスリペア工房さんには本当に感謝してます。ありがとうございます。ぜひですね、近く千葉県にお住まいの方は概要欄にもリンク貼ってありますが、ガラス工房さんもしもの時があったらご利用いただくといいんじゃないかなと思いますし、どの地域にお住まいの方もですね、飛び石によるガラスの割れ亀裂などが発生した場合は、まずはですねテープなどを上から貼り付けることによって汚れとか水分が入らないようにすること、その状態で少しでも早くリペアしてくださる業者さんに持ち込むことを覚えておいていただく、まあ、そんなきっかけの動画になればなと思います。ということで本日の動画は以上となります。この動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。 Twitter や Instagram のフォロー、メンバーシップ、Nexus もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。